はい、せいちゅんです。今日はですね、池井島にある大泊ビーチを紹介していきたいなと思います。まあ、大泊ビーチってのはあんまりみんな聞いたことないんじゃないかなと思うんですけれども、まあ池井島にある池井ビーチと大泊ビーチだってね、池井島の池井ビーチの方がね、みんなで有名でね、結構みんな行くと思うんですけど、この大泊ビーチはね、だいぶ穴場です。で、何しに行った方がいいかっていうとね、一番もうシュノーケリングです。シュノーケリングやるんだったら沖縄本島全体でもね、大泊ビーチはすごいね、おすすめなので、ぜひね、今日の動画でね、シュノーケリングやりたい人行ってみてほしいなと思います。はい。で、まあいろいろね、池井島との行くとね、池井島って海中道路からドライブコースで有名ですけれども、すぐに出てくるのが池井ビーチなんですよ。で、みんな池井ビーチ、まあ名前もねそうですけれども、行くと思うんですけど、もうちょっと奥の方、一番奥の方にね、大泊ビーチってここあるんですけども、もう特徴はね、この広い砂浜と、あと天然ならではのこの透明度です。で、ここのビーチはサンゴがね、すぐ遊泳区域の中にいっぱいあるんで、なので魚が、天然の魚が非常に多いんですね。だからシュノーケリングができるっていうのでね、すごい穴場スポットで、まあ知る人ぞ知るっていう感じなんですけれども、そういうビーチになってます。で、ここからね、特徴をどんどん話していきたいと思うんですけれども、まずね、池井ビーチ、池井島に遊びに来た時に、もしね、マリンスポーツやりたいやつだってなったら、池井ビーチの方が充実してます。まあ、水上バイクだったりとかね、そういったものもそうですし、あとガラスボートって言ってね、中の透明になってるところから魚を見れたりとか、あとまあ、池井ビーチだとね、池井島をね、一周してくれるっていうね、ちょっとユニークなね、アクティビティとかもあって、マリンスポーツするんだったら池井ビーチ行った方がいいんですけれども、もうシュノーケリング、自分で泳いでね、魚見たいって言ったらね、絶対大泊ビーチがいいです。これはもう沖縄本島でもそうですね。で、特徴としてはね、遊泳区域っていうところがあって、そこの中でね、シュノーケリングできるんですよ。もう全然ね、天然のビーチ誰も管理してんところでシュノーケリングするっていうわけじゃなくて、ここはちゃんと監視員もいて、上からちゃんと見てね、で、それでシュノーケリングしていくんですね。だからまあ安心っちゃ安心ですよね。で、シュノーケリングもダイビングもできるんですけれども、これも遊泳区域内ではダイビングができないですが、その隣でね、すぐできるようになってたりとかして、まあもうすぐ魚を見たいっていうことであればね、この大泊ビーチが一番おすすめです。はい。で、まあこれだけ砂浜も広くて、で、まあ、透明度もね、やっぱ島ならではね、ベージね、透明度高いんですよね。だから今ちょっとね、ここ今回映した時っていうのは結構ね、波高かったんですけれども、まあ通常であればね、あんまり波の影響もね、風向きによってね、今回は結構波高かったんですけど、影響も受けにくいってことでね、まあ、濁りにくいって言われてるんですよ。で、ただこんなに波高くてもこれだけ透明度高いんでね、見ていただいたら分かりますよね。もうこれ波立ってなかったらね、すごいもっと綺麗という形なんですよね。で、もう一個ね、面白いところっていうのは、池井ビーチもそうですけれども、ここ年中空いてるんですよ。年中監視もなので、冬ね、冬のシュノーケリングぜひやってみてほしいなと思います。これは僕のね、おすすめなんですけれども、冬の方が透明度がデージ高くなるんで、このまあウェットスーツ着てからシュノーケリングもデージ最高です。でもう普通に見れますからね、天然の魚がね。なので、ここにもう大泊ビーチ来るんだったら、もうシュノーケリングで来ていただきたいなと思いますね。冬でも夏でもね、楽しめるっていうビーチ、ちょっとそういう特徴のあるビーチですので、ぜひ行ってみてほしいなと思うんですね。はい。で、次ね、まあ、ちょっと施設のね、ちょっと内容っていうのをちょっとお伝えしたいなと思うんですけども、ここはね、まず入るときには必ず施設管理料って言ってね、500円の駐車料金、まあ駐車料金全部含まれてるんですけど、500円払わないといけないです。子供が300円かなっていう形で払わないといけないんですよ。で、そうするとシャワーとか更衣室とか全部使い放題になっていて、500円だけ払ってねってなるんですけど、一つ例外があって、こう遊泳区域外で遊ぶ場合っていうのは1000円になります。なので遊泳区域、まあこれ広いんでね、大丈夫だと思うんですけど、それ以外でね、遊びたいよってなったら1000円払わないといけないという形になってますね。その時もちゃんと監視に立つので、それの施設管理料だよっていうことなんですけど、まあダイビングとかね、する時には必ずもう遊泳区域内ではね、ちょっと遊べないので、外で遊ぶ遊泳区域外なので、1000円払ってくださいねっていう形になってます。はい。まあ500円でね、シャワーも使い放題ってね、結構安いと思いますよ。まあ、前まではね、無料だったっていうこともあるんですけどね、なので高いっていうと声もあったんですけど、そんなことはないかなと思いますね。はい。で、あとはまあシーカヤックとかね、ちょっとそういったのもできるんですけど、ダイビングも、マリンスポーツも一応できるんですけど、ここはね、マリンスポーツっていうのはこの
ここを管理しているところがやってるわけじゃなくて別会社がやるんですよ。なのでちょっと毎年ってわけじゃないですけど変わったりとかするんでね。なので、まあ、たまにキャンペーン打ってたりとかしてお得な場合も一応あるんですけれども、まあ毎回ねマリンスポーツする会社っていうのが変わるので、どちらかというともシュノーケリングが一番いいのかなと思います、うん、さっきもあった通りね、もうマリンスポーツだったら絶対池ビーチの方がね充実してるんでね、そこ行った方がいいと思います。特にね池ビーチだったらね周遊とガラスボードね、ガラスボードあれはデジ綺麗なんでね、まあもちろんここも一緒の島なんで透明でデジ高いんですよ。だからそこ行った方がいいかなと思いますね。はい。であとまあビーチパーティーね、うちランチだったらもう分かると思うんですけど、このチャンネル見てね、海のチャンネル見てる人は分かると思うんですけども、もう海行ったらバーベキューするっていうのはね、まあ一応定番になってるんですよね、うちランチは。だからここもできます。でテントを借りるってなると、まあ一張り3000円っていう形で借りることもできて、これバーベキュー関係ないですけども、バーベキューセットだったらまあ3000円プラスすると、まあ機材がね全部借りれるというような形で、食材はね1人1500円という形で、何も持たずにねバーベキューできるよっていうのは、まあ沖縄のビーチの特徴なので、まあこれもできますね。はい。であとはまあレンタルですよね。まあシュノーケリングのフットフィンのセットとかそういったのも借りれるんですけど、ただ今ねちょっとコロナの関係で借りれなかったりとか、あと数にも限りがあるんで、ちょっとねここはね確認する、まあもしくはもう自分で持ってきた方がいいと思いますね。ダイビングに関してはもう全くそれ借りれませんので、ダイビングは使用料1000円払って自分で機材持ち込みなんで、そこはもう絶対気をつけてくださいね。であとはパラソルとか、まあパラソルセットとかね、サマーベッドとかそういったのも1000円から1500円とかで借りれます。まあ、浮き輪とかも借りれるんでね、まあレンタルしてみてもいいのかなと思いますね。うん。まあ、レンタルでも、まあ、浮き輪とかでも800円だからね、買った方がいいかもしれないですね。はい。まあ、そういう形ですね。で、もしね、1000円払って、遊泳区域外でもね、どんどん遊びたいよ、シュノーケリングしたいよ、万年したいよっていう人たちは、まあ、必ずライフルジャケットをね、借りないといけないので、まあ、500円払って借りるというような形なんですね。だから1000円と500円になるかな、という形です。で、まあ、ここね、やっぱりシュノーケリング、この管理してる人たち、店員の人、まあ、この人たちもね、まあ、みんな言ってるんですけど、やっぱシュノーケリングした方がいいって分かってるんで、そういうね、レンタルもね、充実してて、お魚さんの餌っていうのがね、まあ、200円で売られてて、であと水中カメラとかね、そういったのも借りれるようになってます。2000円ですね、水中カメラが。だから餌やってる時に水中カメラで撮るとかね、まあもうほんとシュノーケリングに特化したようなビーチですよね。うん。だからここもまあどんどんね、お子さんでもできますから、遊泳区域内なのでね、なので楽しめると思いますよ。うん。100円払ってね、水中カメラ撮ってもね、すごい思い出に残りますよね、これだったらね。はい。まあそんな形でね、でここはね遊泳区域の 区域がね広いっていうのと、あと深さもあるんですよね。まあ満潮時で3メーター、干潮時で2メーターって言ってたと思うんですけど、2メーターぐらいあると。だから足つかないですよね、大人だと。だから結構シュノーケリングしてても楽しめる、まあ浅瀬の方でも子供も楽しめるし、もうこうね今映像とかでもね映ってますけれども、もうお子さんがね手前の方であって、結構大人になってきたら奥の方まで行ってもね、ちゃんと監視員がいて、でそれで見てもらえる、ちゃんと監視しながらね、ちゃんとシュノーケリング楽しめるっていうのはね、これも、まあ、なかなか他のビーチにはないことなので、監視員がいるっていうのがねシュノーケリングで、まあすごいおすすめです。うん。ここはそこが一番おすすめですね。なのでまあまとめというかね、ですけれども、ここはもうシュノーケリングやりに行ってくださいね、ぜひね。まあ、こんな感じでね、いろんなビーチを紹介してるんですけれども、まあ、ビーチの特徴だったりポイントとかね、まあ、やっぱ僕、まあ、今だけでもね、もう50以上のね沖縄県内の本島ですけれどもね、回っててビーチ回ってて、まあ、いろいろねやっぱり特徴とか、ここはこんなだなとかね、まあ、今回もね天然のビーチですけども、やっぱ人工のビーチと天然のビーチで全然違いますし、まあ、天然のビーチは天然のビーチの良さっていうのをね伝えていければなと思ってますので、まあ、ワンカットずつしてるのもこういうね海とかビーチの動画ってやっぱどんな雰囲気かってわからんとね、やっぱ予定も立てにくいし、行った時とのギャップってね一応デージげんなりするじゃないですか。いやこんなじゃなかったなって思うと思うんでね、だからそういうところもあってちゃんとワンカットでね撮るような形で作ってますんで、ぜひね他の動画も見ていただいて、特にね今回の大泊ビーチだったら逆の池井ビーチとかね、そこ見ていただいて、池井ビーチは池井ビーチで、ね、またちょっとさっきもあったような、まあ、面白いアクティビティとか、あと雰囲気ねとかも全然違いますし、ここはもうザ天然っていうビーチの感じでねできますから、遊べますから、まあそこね使い分けていただいて、いろんな遊び方あると思うんで、はい、ぜひまた違う動画も見てみてくださいね。はい、今回は以上です。一平二平デイビル、またやたいっていうことでね、また見てくださいね。はい。